アヤーンヒルシアリは、ソマリアモガディシュ生まれのオランダの元会員議員。ケニアやサウジアラビア、エチオピアで生活した経験を持つ、元イスラム教徒の無心論者。イスラム世界における女性の扱いの低さを訴え、抑圧からの解放を解く。ごく部分的に美点を認めるものの、イスラム教自体やその階層ムハンマドにも、否定的である。 2004年に監督が殺害された映画サブミッションの脚本を書いており彼女も監督と同様に命を奪われる危険にさらされている2015年の著作では従来の見解から少し軟化してイスラム教の改革において必要な要素としてクルアーンの畜後的解釈の停止シ,シャリーヤの停止来世を現世より重視する世界観からの決別精神的指導者の ファトワーセンプの権限廃止生戦思想の破棄の5項目を挙げている。ーアイ r レリジョンリフォーミリン、ダイダズサイト1400ヤーレンバーウェーエグルト、クリスチャン・オートナー、ディール・プレッセ、2015年5月15日、同年8月29日閲覧、イスラム教のルターは、どこに、長谷川良、2015年5月17日、同年8月29日閲覧、 トゥスリーマのスリンアヤーン・ハーシー・アリプリー、シモンデ、ボーボアール・ポア・ラ・リベルテ・デ・ファムズ。w w w p r i x y m o n e d e b a u b o i r c o m 2 0 1 9年1月1日閲覧。ありがとうございます。